おはようございます。パンでございます。今日は11月の6日だね、多分ね。DJI オズモポケット3、今回オズモっていうのが間にまた挟まったね。確か初期型そうだったよね。でございまして。私の常滑の日差しを浴びて、ダメージを受けたお肌を 4K で皆さんに見ていただいている次第でございますけど、最近ほんとなんか、ただのシリアスな、こう、なんていうの、不愛想なおじさんにしか見えない。おじさんってそういうもんだよね。よく言うんだけど、おじさんになったら、勤めてにこやかにしていないと、若い子たちが、あのおじさん、なんか、怒ってるのかなって思うから気をつけた方がいいよっていうのをね、昔カメラマンをしてる、イベントカメラマンをしてる時のね、公園で聞いたことがあって、ご陽気で、上機嫌で いた方が、周りがうまく回っていいよみたいなね、おじさん、おばあちゃんへの、アドバイス的な市民講座みたいなやつ聞いてね、確かになと思った。その時俺30歳ぐらいだったかな。最近つくづくそういう感じなんです。黙ってるだけで不機嫌に見える。ああ、テスです。音声はどうでしょうか？今、時速40キロ出てないぐらいですね。まあ、これみんな見えるかな？右側に見えてくる穴の開いた陶器の製品、陶器っていうのかな？の製品がいっぱい積んであるんだけど、見えるかな？これダイナミックレンジにもろに依存するよね。なんだけど、あれが何かっていうのがね、この間、焼き物資料館に、常滑にある、ね、焼き物資料館に行って初めてようやく分かりまして。わー、色が黄色い、秋だー。セイタカアワダシソウ抜きにしても黄色い、秋。ここの通り好きでね、よく通るんですよ。さあ、目的地に着いたでござる。今回ね、ジンバルの向きの設定も、前みたいにボタン一発で固定 FPV フォローって変えられるわけではなくて、一個入った設定メニューから変更するようになりましたね。まあ、確かに撮りながら早々こちょこちょ変更するような人はいないでしょうっていうことみたいで、そのあたりですね、オペレーションも非常にいい感じになっています。後で説明しますが、電源オンオフとかも非常に洗練されていいですね。あとね、モニターが大きくなったのが老眼のおじさんには優しいですね。なんだ俺は。ジンバルの動作がどうはね、なんかよくわかんない。正直わかんない。前から良かったんだよね。前から良かったので、今回良くなって、まあね、あり得る、悪くなることはないでしょうけど。めちゃくちゃ良くなったかって言われると、こうやって歩いてると、いつの間にかジンバルが上向いちゃってた事態はあったんだけど、今回どうなのか、そこまでまだ激しく使い込んでないんで、あれですけども。こうやって動いてて、ずれたなと思ったら、ジョイスティック2回押しで、センターに戻るっていうのは変わらずですね。まあ変わらずというか、ボタンの配置とかボタンの役割がちょいちょい変わっちゃったので、その辺はわかんないですけどね。イコールでは、全くイコールではないんです。ここは高砂山公園から見るセントレア方面の、間違えて今レックボタンを押してしまいました。ひょっとするとちょっと風に吹かれてるかもしれないね。本体内マイク、あ、当たった。本体内マイクで収録しております。本体内マイクの穴がどっかにいろいろ開いてるんだけど、手に当たんないとこ。景色、そうだ、こっからズームできんだよね。ズームしてみよう。じわじわっとズーム、2倍ズームまで、 4K 撮り2倍ズームまでですね。さあ今度は小菅谷っていうエリアに来たよ。これさ、起動するたびに、あ、間違えた、起動するたびにカメラの向きが微妙に上に行っちゃったりとかして暴れるんで、起動して一度ジンバルを正位置に戻すジョイスティック2回押しかなをやんなきゃいけないんで、ちょっとそこだけややこしいかもしれない。小菅谷というところに参りまして、ちょっとうろうろ散策を DJI ポケット、 DJI オズモポケット3と一緒にしようと思うんですが、多分風がちょっと吹いているのでボワボワ行ってしまっているんではないでしょうか。あっちの方にね、古い路地があるんです。あっちの方行きたい。今日のカメラは S5 初代ルミックス S5 でございますね。綺麗。ドリア。お
が、小菅屋はですね、ここの酒造会社っていうのあってんのかな、がまず森田明夫さんね、ソニーのね、森田明夫さんが、常滑の人に聞くと森田っていうのがこの辺の地域だと必ず出てくる地元の名士だよね、もちろん。で、ここに神社があり、こうちょっと古い町並みがね、あっち側にあるんで、漁港側から歩いている次第でございます。神社こんにちは、お邪魔します。この辺はあのごそっと森田さんのところの工場があったり資料館があったりって固まってるところですね。ここに神社もあるよ。さあこっちだね。そこにね、そこ多分森田宿ってやつかな。敵地はあっちのね、山を越えないみたいなところを目指していきます。あった、森田秋宿。外観しか知らないんだよね。中に何があるのかよくわからないんだけど、あの辺にね、見えない、あ、ちらっと見えてるかな、あの、ああ、向きがこうぐりぐりっと上に登っていく坂があって、そこの途中からこっち側が見られてすげえ良かったんだよね。森田本家、ここは資料館がこっちって書いてあるね。ああ、なんか何が起きるんだろうね、こんなのね。鈴木資料館、資料館があるんだね。あ、霊系って読むんだ、俺鈴系って思ってた。霊系資料館ですって。ですってよ。この辺りからちらほら古い町に、あっつ、今日これなんか今日雨が降る。雨はね、確かにパラパラ、予報通りこう小雨までもいかない、パラパラって降ってまた晴れてみたいなんだけど、おかげで湿度すごいな。いや、暑いというか蒸し暑い。気温はそうでもないと思うんだけど、ああ、いい感じ。あ、そうそう、あそこに行きたいんだよね。見えるかな、あそこがね、さっき車で通ったらすごくよくて、とても車を止められる雰囲気じゃなかったんで歩いてまいりまして、いやー、この街並みも古くていいな。ちょっと撮ろう。順調に今海の方から歩いてきております。食文地帯って書いてある。この丘の向こう側の工場だね。あ、小菅屋郵便局。この辺にも古い、まあ帰りに寄れたら寄る感じで、多分はここだと思うんだけどな。さっき見えたあのえぐい坂道。なんかね、ここ2日ぐらいまた左まぶたがピク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 してたんだけど、今収まってるなぁ。なんだろうな、こういうのって。まあ、心身の不調ってなくなると忘れちゃってるからね、大体。ささくれが痛いとかさ、そういうのも。ささくれが治ったら、そんなこともありましたっけみたいに。ガソリン値下げたいみたいなもんでね。面白いな、そう見える。せっかくなんでズームする。えい、なんかあるね、窓際に。多分守り神的な何かな。うわ、ここ撮らせてもらおう。やっぱり毎回センタリングしないといけないんだな。ね、メモリーカードが SD、 マイクロ SD カードが遅いから止まるかもよ、遅いから止まるかもよって毎回警告が出ちゃって、その警告が出た下にレッグマークが出るもんだから、これ赤枠出してくれれば最高だよね。もうルミックスで赤枠出るのに慣れちゃった。
それぐらいで、それぐらいしか文句つけるとこがない。いい路地、路地取らせてください。さっき言った坂道多分ここ、あ、こっちか。これ、高低差がいいよなぁ。うおぉ、いいね、この辺。あ、すごくいい、すごくいい。あ、全然上向いてたわ。すごくいい。素晴らしい、素晴らしいよ、この辺り。常滑、こうやって路地一本入るといきなり全然見えなかったところが見えてくるのがすごいなぁ。常滑パワー、毎日が大冒険だよ、俺。まだまだ1年経つけどね。そしていきなり急激なすごい坂が、あれはどこ行くんだ。小菅エリアね、高低差が激しくて面白いね。あー、ちょっと見渡せる。こんな感じ。あー、さっきの工場の辺だね。はーい。あー、今 この辺を来たんだけど、いい路地だった。心臓が、ここも一枚取っときたいな。今日はね、 S5 初代にシグマ2870と、ズミズミじゃないや、アズミクロンか、ライカズミクロン R50mmF2 と、一応100、400mm も持ってきてるけど、まあ基本その2本で話は終わる感じ。あ、日が出てきた。いや、ふもとに降りてまいりまして、ふもとってことじゃないけどね、さっきのところにもう一度行きます。さっきはあそこを右折してしまいました。右折してぐるっと回ってしまいました。なんせ素晴らしい路地だったね。さあ、DJI オズモポケット3のジンバル具合はどうなんでしょう。普通に持って普通に歩いちゃってるんだけど、でも一応ね、偶然だけど斜め45度持ちになってるね。こう垂直じゃなくてこうねの方が、あ、こっちがこっち、帰りここ行こう。あ、でもちょっと下行くと別に新しいお家になっちゃってるね。あら、いい景色。車でうろうろしてるとさ、その田園地帯って車で走ってる時が一番綺麗に見える気がするんだよね。おお、いい景色、いい景色。それはなぜかというと、こういうのをこう自分が移動してるからあんまり見ないで済むよね。シャーってこんな感じでね、止まってみると意外と良くもねえなっていうことがたまにあるんだけど、こっち側どうなんだろうね。さっき、あ、景色いいなと思ったのこの辺かな。この辺だね。あー、見えない。意外とあれだね。あ、今日はさっきの、あ、路地が取れたから良かったんだけどね。ツタがいいよな、この季節。うわ、めっちゃ泥棒入られてない、あれ。ここはさすがに空き家だね。ここね、玄関がバリーンって割られてんの。いやー、小菅良かった。1時間ぐらい歩いてお散歩撮りさせてもらうには非常にいいスケールで、アップダウンもあり、お尻の筋肉が活性化される感じがいたしますね。多分常滑駅からバスとかじゃないと来らんないエリアなんだけど、車があったりする方はお邪魔してみるといいと思うよ。あったあった。
帰り道歩いてたらバス停見つけたよ。常滑駅、あ、反対側か。まあざっくり2時間に1本弱あるね。小菅谷バス停です。逆に言うと2時間たっぷり散歩できるということだ。